ではこんなベータクワドラさんの恋愛の特徴、うん、モットーは耐えて勝つです、ね、ベータクワドラの特徴は自分の強さを確かめたがるところですと、うん、不信感のために嫉妬心と独占欲が伴う強固な関係を築きたがるようになりますと、信頼関係が築けていないときには深くて激しく時々芝居がかった経験のせいでしょっちゅう喧嘩しては仲直りしますと、このような情緒不安定な状態は矛盾に満ちています、うん、バランスを保つには相手を押さえつけつつ、うん、相手に服従しなければいけないのですと、ベータクワドラの性セックスですねは、はい、真面目で情熱的な雰囲気に特徴があります。しばしば一方が他方を期待しているのとは真逆の行動をするのですが、その結果予期せぬ感情が突然湧き起こり、うん、行動と感情のズレが際立つことになりますと、ベータクワドラは強引で防衛的な振る舞いをされるときに性的な興奮を覚えるのですと。なんか一人ここ過去の中で出てきた一人ポコッと出てきた子がいてですね、はい、独占欲っぽいもの、はい、その芝居かかったやつとかね、うんうんうん、なんか窓の帰らないでみたいなやつはい、これかと思いましたあいつかって、うん、ベータクワドラいますね確かにね、うん、体調もどうですこのさぞ表になったでしょう。もうあんまり記憶ないですもんねなるほど、はい、ではベータクワドラの恋愛、性の特徴はアルファクワドラとはかなり異なると、うん、アルファクワドラのように優しく触れられたり撫でられたりすると、うん、ベータクワドラの人たちは無関心になると、代わりに彼らは相手の肌に強い印象を残そうとするのですが、うん、それは相手を抱き寄せてきつく抱きしめるところに見て取れますと、うん、感覚型の SLE と LSI はとても嫉妬深いと、うん、相手が浮気していると考えて生活がダメになるかもしれないと、うん、EIE のウィリアム・シェイクスピアのオセロを例に挙げますと、うん、そこでは LSI のオセロがデズデモーナを殺そうとするシーンで彼が彼女をいかに抱きしめるかが描かれているのですが、これは単なる偶然ではないと、うん、実際の例を考えてみよう。 LSI の夫と EIE の妻の夫婦が同じ家に住んでいるとすると、うん、妻の EIE が社交的な外交型なので夫の LSI は妻が近所の人たちと関わるのに対して嫉妬を覚えることがあると、うん、それに似たシーンがシェイクスピアにもある、うん、誰といたんだ。 LSI の夫は妻の首に手をかけながら答えます。妻は絶叫する、うん、すると夫は妻を恐怖から解放する。 SLE について言えばセックス中、うん、IEI にはっきり正確に命令をすることがある、うん、SLE と LSI の共存関係はかなり複雑だと、うん、相手に合わせるために SLE は自分を制御し続ける必要がある、うん、これは疲れますがそうでもしなければ SLE の主導する機能 SE によって LSI はノイローゼになっていく、うん、なおこれは EIE には欠けている機能で、うん、LSI は EIE から気持ちを表現豊かにドラマチックに表され自分の SE の部分で立場を取ることがある、うん、異なるクワドラ同士が出会うと相手の行動はセックスも含め異常に見えるがそれに気づくと面白いと。なのであるガンマの女性は EIE の男性が自分をきつく抱きしめようとするのにかなりびっくりしたと。彼女は改めて彼を教育しようと思ったとなるほど、うん、まあ、ここでも戦いがあるって話ですね戦いがある、はい、ではそんな SLE の恋愛 SE、SLE の恋愛なので、うん、多分主導する機能のところですね SE が、はいはい、大げさで予測不能な行動を取ると、うん、粘り強く性には大胆、うん、コミュニケーション中は元気でユーモアがありますと。
とても情緒的であり、うん、人の気持ちや人間関係を重視したり、人の利害を考慮に入れなかったりする嫌いがありますと、うん、自分の気分と性的な態度のいずれにおいても性欲が強く多種多様です。付き合い合うと独占欲が強くて注文が多くなるが、思いやりを持ち愛情を抱くこともあるでしょうと。嫉妬深く自由奔放ですと。美食家で様々な感覚を味わおうと努力します。どんなものでもオリジナリティを評価します。繊細で思いやりのあるパートナーが必要です。 SE の SLE はよく気がつき誠実で頼もしく、主導権を完全に明け渡してくれて、家庭を持った時には一緒になって秩序作りを勤勉に働いてくれる、そんなパートナーに感銘を受けますとなるほど。なんかガールズチャンネルとか見ていて、はいはいはい、うん、僕はあのパートナーが、うんうん、まあ、結婚しており、はい、まあ、子供もいるんですけど、うん、すごいささやかな生活ですが、はい、とても満足しているんですね、はい、でなんかそんな状況で、うん、なんか結婚に後悔している人とか、はい、全く旦那とコミュニケーションを取ってないとか、うんうん、っていうのを見ると、うん、なんでだろうって思うんです、はい、これタイプが違うから、まあ、例えば、はい、こういう奥様だったらどうですか。僕苦手かもしれませんっていうとこじゃないですかでここの奥さんに会うのはこう後ろからついてきてこういよいよみたいなタイプってことじゃないですか。でもなんか、うん、合わせれるよなとも思うんですね合わせれます。今じゃないですよ、ずっとですよ、この先一生ははっていうところ、ね、だとは思うんですよね。なるほど。でまあそれはそれで良くないことですよみたいなのはあるわけじゃないですか。そうですね、そう、はい、だからこう歩み寄りみたいなのが必要ではあるとは思うんですけど。ではこの SLE さんの、うん、TISLE の恋愛、長い間相手の気持ちを疑い様子を見る立場を取ります、うん、感情を表すのはいくらか自制し相手が主導するのを待ちますが、ただしそれをするのは極端なケースですと、うん、それから TISLE は優しく思いやりを持つようになり、セックスのテクニックを向上させようと努めますと。心の中では情に脆いですと、うん、非社交的で傷つけられたことは長いことを覚えています。 TISLE は感じが良くて柔軟で外交上手な人を必要とします。つまり愛情にあふれていて魅力的、陽気で楽観的な人ですと、うん、では IEI の恋愛、はい、ま、なのでまず NIIEI の恋愛、主導権はあまり取らず忍耐強くややシャイですと、うん、ロマンティックで感情が高ぶっており、うん、いつも大いなる夢を見ています、うん、日常面では従順であり欲求されれば地に足をつけ勤勉であろうとしますと、うん、セックスには勇気がありませんが調和のために努力し精神的身体的な極地に至ろうとします。うん、幾分自分に自信がありませんと。 NIIEI は意思と決断力があり活発でエネルギーに満ちている、ユーモラスで良い結果に自信を持てる人を必要とします、うん、なるほど。では FEIEI の恋愛、とても情緒的ですと、うん、自分の気持ちをたやすく芸術的に表現します。色っぽくチャーミングで誘惑的、品がありますと。人間関係を見る目が肥えていて礼儀を重んじます。自分に魅了されたパートナーの気力と主導力を引き出す方法を分かっている。自分に魅了されたパートナーの気力と主導力を引き出す方法が分かっている、うん、そつがないですが時々気まぐれで注文が多くすぐに気分を害し長くは続きませんが些細なことにも腹を立てる。駆け引きや長期にわたる準備期間が好き。生活をしっかり支えてくれるような強くて忠実で地に足のついていて繊細で主導力のあるパートナーが必要です。なんか今たくさん条件がありましたね生活力がしっかりあって強くて忠実で地に足がついていて繊細で主導力のある、う
すごいですね、なんかこう言われるとなかなかはいってPK 戦じゃないですけど、うん、手を挙げるのは勇気がいりますね、うんうん、ただこの人はあれですね、ちょっと小悪魔的な感じがしますね、うんうん、分かってそうな感じですよね、男心をね、そう、はい、くすぐってきそうな、はい、でも俺じゃないんだろうなすいません、うん、では、FEEIE、はい、自分に自信がなく、うん、疑ったり狂ったりしやすいですセックスの主導権は取りません、うん、パートナーの行動を分析したがる、うん、かなり感傷的で心の中はロマンチックですと、愛する人といるときは繊細で気を使います、うん、変わり映えのないことにはすぐに退屈します、安定した関係のために努力し愛情を絶やさないよう関係性に敏感であろうとしますと、とても感受性が強く無礼で不適切な行動は許しません、真面目で動じず正しくて自制心のあるパートナーを必要とします。 FEEIE は働き者で物知りで何を望んでいるのかを分かっており、どんな疑いも思いとどまらせることができる人に感銘を受けます、うん、EIE というところはやっぱりロジカルの部分がないので、はい、やっぱりこの、まあ、自分がそうなんですけど、うん、FE が強くあるのも分かっているので、うん、何を望んでいるのか分かっているみたいなのは、うん、ロジカルの人はそうやって見える、そういう風に見えるんですよ、ロジカルの人を見ると。あ、ん？僕がね、ん？この人は分かってる。あ、じゃなくて、そう、この人は分かっている、うん、ロジカルな人を見ると、うん、何を望んでいるのかを分かっていてっていう風に見えるんだろうなと思いました。あ、分かって、人のことは分かってないですけどね、ロジカルな人もね、本当はロジカルの人はむしろこの人たちの方が、はい、この人たちは多分人が何を求めてるのかがなんとなく分かる人たちじゃないですか、うん、あ、こういうこと求めてんだなみたいな、うん、でロジカルな人はこういうことをするのがいいよなが分かってるみたいな、はいはい、この辺ね、うん、そうなんですよね、うん、これすると得だよみたいな、うん、それやったら損するじゃんみたいなのが分かってる感じじゃないですか、はい、はい、で NIEIE の恋愛、うん、自分の魅力を感じておりしばしば物事を脚色します、愛する人を理想と考えたがる、たとえ感情面での互恵、互いの恵み、うん、互恵を確信していようが時々反抗的で予測できない行動をしますと、うん、性生活は独創的で情熱的で性欲が強いかもしれないが、うん、突然放慢で冷淡になり浮気したがりますと、とても繊細で情緒的ですぐに腹を立てて嫉妬深い、うん、感情が様々に移り変わり表情豊かですと、感情を内に溜め込もうとするので交流したり喧嘩したり仲直りしたりして定期的に発散させなければいけません、うん、NIEIE は気遣いができ忍耐強く適度に情緒的で主導権を取るパートナーが必要で、そういうパートナーに落ち着けてもらったり元気を出させてもらったり、うん、自分の感情に自信を感じさせてもらったり安心させてもらったりしなければなりません、うんうん、はい、よく恋愛の時に、うんうん、夫婦喧嘩必要だよ派っているじゃないですか、はいはいはい、それを喧嘩をすれば、うん、分かり合えるよね、うんうん、深くなるじゃん、うんうん、だから喧嘩は必要で頻繁的にしていて、うん、それがないのはおかしい派がいるんですよ、うん、はい、いますね。体調喧嘩します？しません。僕も全くしないんですね。しなきゃしない方がいい、ね、あ、僕もそれ派で、はい、僕はあの夫婦生活、うん、17年なんですけど、はい、まあ、付き合いから入れると18年ぐらい、うん、多分大きい喧嘩は1回もないんですよ、うん、まあ、でもこの人たちは溜め込んでいくから時々こう喧嘩して発散しとかないとおかしくなるみたいな話ですよね。っていうのが、だから、うん、その発散するこの喧嘩のエネルギーを吸収できるような人じゃないとこっちはちょっとポカンとしちゃうんですよ多分おそらく、うん、でもまあ振られるとこっちもやっぱりカチンとくるじゃないですか。来るじゃない。でそのカチンと来て本当に喧嘩したら、はい、
多分こう決別したりするわけじゃないですか。俺忘れないからね、なるんですよ。なるじゃないですか、はい、だからそこを、あ、こいつこういうやつだからみたいな、もう分かった分かった、よしよしみたいな感じで、そのエネルギーを受け止めて吸収して発散してあげられる人を求めてるみたいな話ですよね時々私切れるからみたいな。いや、それ言われてもさ、でもそんなに突き落とすんなら切れないでよってなるんですよただそうっていう話ですよね、っていうこの人たちが求めてるのは、はい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 、そうで、それをしてくれる相手を求めてるみたいなとこじゃないですか。時々切れた私をもう、ただまあこういう感じで切れてるだけだから、別に本当にあなたのことをこのふうに思ってるわけじゃないからみたいな、あっていう前提を言ってもらえれば、じゃあまあじゃあいいかなって、うん、でもカチンと来ますよ、多分来ますよねそうですよね、うん、喧嘩して仲良くなれるならそれはそれで良いなと思いました。雨降って地固まる、そうは起こらないと思ってます。あ、だからそういうことじゃないですか。固まることもあるかもしれないけど、はい、こう言ってはならない返しを返す可能性もあるじゃないですか、うん、受ける側として、はい。じゃあとどめさそうかみたいなそうこと言われても嫌ですし、そう言うのも嫌だし、うんうん、では、LSI、はい、TILSI の恋愛、明確で確実であるために努力し、感情は表現しないようにしますと、うん、安定した関係を目指し、喧嘩には我慢できませんと、うん、我慢できないやつばっかですね本当にごめんなさい大変じゃないですか、この喧嘩には我慢できないとさっきのはごめんなさい、はい、疑ったり、うん、不信感を覚えたりしやすいです、うん、パートナーといるときには思いやりを示したり、ちょっと喜ばせることをしたり、プレゼントをしたりしますと、うん、繊細で優美なパートナーが必要です。なぜなら TILSI はセックスにおいてはどちらかといえば直線的で単純で、感情表現に関してはポジティブな感情であろうがネガティブな感情であろうが、かなりぎこちないからですと。気遣いができて思いやりがあり、自分の意思を TILSI に押し付けようとしないパートナーが必要ですと。こういう人は信念に従い全ての欲求を果たすはずですと。で、SELSI の恋愛、うん、思いやりがあり気遣いができ積極的にアプローチはしますが、セックスはどちらかといえば単調ですと、うん、褒め方と親密な関係の築き方を知っていますと、うん、情緒的で短期で決断力があり時々トゲトゲしくぶっきらぼうですと、うん、忍耐強く頑固で、どんな手段を使っても目標を達成することができます、うん、性欲の強い情緒的でロマンチックなパートナーが必要であり、こういう人といれば退屈しないでしょうと。人と柔軟に関わることができる人がいいですと。こういう人は感情の発散の仕方、許すことで怒りをためない仕方を分かっていますと。で、思ったのがね、うん、あの恋愛じゃないんですけど、はい、その例えば会社とかで、うん、上役の人にバーンって切れる人いるじゃないですか、はいはいはい、明らかに喧嘩口調で突っかかる人とか、はい、を今思い出しましたあ、会社にいたなと思って、うんうん、恋愛じゃないですけど、うん、なんでそんな言い方するんだろうとかって思うんですよね、うん、言い方もあるし、うん、言う場所もあるし、うん、まあ、でもこの人たちは理論的には言いそうですけどね、なんか正論をぶつけていく感じですよ。疑いがあるとぶつけたくなるんでしょうねうん、うん、それが良くないと思うとぶつけたくなるんじゃないですか。 あの人じゃ LSI か、 なんか逆に分かったりしますね、はい、なるほど